はい、どうも、スケです。今回は、ワンピースのトリックルのスルフス、やっていきたいと思います。いや、ちょっとね、最近、この撮る機会の調子が悪くてね、なかなかできなかったんですけど、今回は、撮っていきたいと思います。というわけで、石がね、16個あってね、3回引いていきたいと思います。まあ、やっぱね、ブスゲー欲しいですね。サボとかね。というわけで、まあ、話も長くいてもあれなんで、3回引いていきたいと思います。当たんないかな。フェスゲン来ると赤の気配色来るんですよ。いや、すぐわかるんですよね、フェスゲン来た。来たー、革命軍100。地味に欲し、地味にっていうか普通に欲しかったんだよね。あざっす。やめちゃおうかな。嘘引きます引きます。はい、いや、ああ、でもいい。あ、そっか、進化させないといけねえのか。あれ、ラストいきます。まあ今回3個しか引けないんでね、すいません。最悪、リンさん出てくる。で、今回プラスがね、攻撃に1プラスされて出てくるんですけど、ちょっとボックスどんな感じか。ハックだけですね、当たりは。でね、ちょっとさっきね、ボックス見てちょっと見えちゃったかもしれないですけどね、私ね、前の、スオフィスでね、なんとフェスゲン当たりました。こっから、コビから、こう、引いていって、こいつまで、ペルまで引いたんですけど、なんだ、素材とともに、石15個もらえる、なんていうんですかね、ID 打ったって15個もらえるやつあるじゃないですか。それで、この、ね、3回引いたんですよ。そうすると、このクロッカスから、白ひげ、ハンコックが出るっていうね、3回中ね、2回フェスゲンが来るっていう、この、なんとかっていうか、すごかったですね。まあ、こっちでもね、普通に、革命軍の方のこの稲妻が出たんで、全然いいですけどね。俺は海賊の息子だ！で、こっちのね、シークレットのウソップも出たんで、まあ、結構今回、まあ、前回のすごさ当たりじゃないかなと思いましたね。まあ、このね、白ひげとハンコック、海賊レベル126にしてフェスゲンを当てるというね。まあ、無課金ですからね、あれなんですけど。まあでも、今回、まあ、ハック当たっただけでも、まあ、収穫あるんじゃないですかね。というわけで、今回、ワンピースのスゴフェス、やってまいりました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。